やっていきましょう。今回やっていくのはこちら、クターの縄跳びトロピカルということで、最初の方にやりましたね。最初の方に似たようなのをやった、クターのバンブートロピカルっていうのは、最初っていうか一番最初にやったのそれかな。まあ多分ね、似たような感じだとは思う。似たようなやつは似たようなゲームっていうのはクターの法則だから。まあまずはね、あらすじ読んでいきましょう。でしょ。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、やっぱり夏は初心に帰りたくなるらしい驚異の無表情キャラクター。懐かしのあのゲームが帰ってきたと思ったら、あれで動きがなんだかアバンギャルド。怪しい動きの縄に惑わされずに気をつけて飛ぼうと書いてありますね。アバンギャルド。懐かしのあのゲームが帰ってきた。懐かしのあのゲームどういうことなんだろうな。これがバンブートロピカルのことなのか。まあ、わからない。何もわからない状態でスタートです。今回はまだね、月明けて早いので、そんなにランキングの上位が埋まってるってことじゃないですね。1位高行き、89。これならね、1位見なせるんじゃないかなって思うんで、1位見なそうかな。初見プレイ。おお、船の上？これは、ん？え？ちょっとわかんないな。あれ？さっきの船は何だったの？船じゃない。ちょっとわかんないんだよな、なんか。ん？あ。違うな。これ別に縄飛んでなくてもいいな。上だよね、これは。ん？ちょっとわかんないな。別になんかその、ん？縄を確実に飛んでなくても、カウントされてるね。1、2、1、2、上行ったか。ああ、わかった。ああ、はあ、なるほど。これは、ああ、なるほど。え？これ、え？あ、そう。ん？これ、上にぐるんって一周してんのかなと思ったら、ん？そうでないタイミングがある。これは、これ難しくない？めちゃくちゃ。あ、難しいよ、これ。これは難しいぞ。縄跳び。えぇ？あ、なんか服着てない？夏王子になってんじゃん。夏王子になってんじゃん。クタ夏王子バージョン。この姿を見て即座に夏王子とわかるっていう。これ難しい。これ難しいよ。上行ったり、頭の上回したり、行かなかったり、ああ、なるほどね。こりゃ難しいわ。こりゃ難しい。なるほど。よし。いける。踏んじゃってる。あ、ダメ。全集中。縄跳びの呼吸。そろそろぐるっと来てもいいと思うんだけど、ぐるっと来ないね。ダウン、フェイントなんよ。こんなもんかな。ちょっとランキング確認させて。ランキング。5位には入ったけど、40か。もう一回やらせてほしい。もう一回やらせてほしい。うまくかわしたよ。うまくかわしてる。あー！このあたりがきつくな。あー、見えとらん。40回か。
コツをつかみました。今のでコツをつかんだ。今やったのでコツをつかんだ。今のでどれだよ。全然つかんどらん、コツを。ダメだ。ケツに当たっとるんよ。取れたかもば。やるぞ。ここらでそろそろクリアだ。そろそろこの縄跳びの沼から抜けなければならない。いつまでも縄跳びをやってるわけにはいかないんだよ。俺の必勝法はこれ。縄跳びで一回上来たらもう二回跳ぶ。頭と通過したら二回跳ぶ。そして、いや、頭に使い通過したら2回飛ぶ。頭通過したら2回飛ぶ。頭通過したら2回飛ぶ。これやる。これは絶対。そして、前来たらもう2回飛んでいい。前来たら2回飛んでいい。頭通過したら2回飛ぶ。前通過したら2回飛んでいい。頭、前通過したら2回飛んでいい。前通過したら2回飛んでいい。前通過したら2回飛んでいい。頭飛んだら2回飛んでいい。2回飛んでいい、2回飛んでいい、2回飛んでいい。ダメだ。結構でも、まあ、いいんじゃないでしょうか。3位。S とかこれ、S とか、S とか、ん？このスコアで B しか、え？これ。はい。クタの、ナトビトロピカルでした。ちょっと、釈然としない。あんだけやっても B っていうのはちょっと釈然としないものがあるけど。わー、S 取るためには100回くらい行くのかな？もしかして。うぅ。まあ、YouTube でね、よかったらあるかもしんない。この、ハイスコアチャレンジが。そういう動画も探してみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、自分はね、アザラシは66でした。これはね、面白いよ。ぜひ皆さんやってみてください。ほなまた。